松本です。そして青木のバース2番目、天木が3番目、そして青木が4番目、残り周回3周。さあ青木のバースがトップを射程に捉えてきた。インから刺そうとした青木、それをその中から抑えました。しかし1コーナーは青木のバースがトップ、クロスラインが取れたのか。兄貴の意地にかけても弟春近には負けたくない。その春近は現在3番手、 70m のハンデを背負ってのスタート。さあ残り1周ファイナルラップを迎えた。青木のバースがトップ、そして2番手には知っていくことになりました。さすがに青木春近にとって70m のハンデはちょっと大きかったかもしれない。これが、まあ、変わればないんですけれども、 50m ハンデだったら最後は分からなかった、そういう状況でしょう。まあなんとか青木のバーツ、お兄ちゃんの意地を見せました。最後はビッグウィリーをしていきます。クルーカーようやく選手もお疲れ様。そして今野選手は最後は内側にいるファンの人のところにもね、ちゃんと挨拶をという。